これからスライディングエクササイズのヒップエクステンショニングプッシュアップという動作の解説をしていきます。スライダーの方は2枚用いていきます。スライダーを置いて、肩幅かそれよりもやや狭いスタンスの、プッシュアップポジションを取ります。で、ここから、両手は左右にスライドさせてプッシュアップをしていくんですけども、足は、ヒップエクステンションですから片足を、こう上げてお尻の筋肉を引き締める形になります。これを同時に行っていきます。1、2で、動作中は必ず頭からかかとまでまっすぐに保ってください。1、2、以上がヒップエクステンショニングプッシュアップになります。ちょっと名前が長いですね。